アレクサンドル・アレクセイエビチ・イワノフは、ロシアの陸上競技選手、2013年代14回世界選手権、男子 20km 競歩金メダリスト。ニジニタギル出身。練習拠点は、サランスクで、ビクトール・チェジンコーチの指導を受けている。2012年7月、バルセローナで行われた世界ジュニア選手権1万メートルで2位に入った。 2013年7月フィンランドタンペルで行われたヨーロッパユーマイナ U-23 選手権2 0トル競歩で1時間21分34秒を記録して2位入賞の成績を残した。同年8月11日、モスクワの世界選手権2 0トル競歩は気温摂取29度の条件下で行われた序盤に日本の鈴木祐介にリードされたが集団を形成して追い上げ、 13キロ過ぎに逆転した。集団がばらけた後、18キロ地点で、グアテマラのエリック・バロンドに一旦引き離されたが、バロンドは、その後失格となり、先頭に立ったイワノフは、チン・タダシラを振り切り自己ベストを更新する1時間20分58秒の記録で優勝した。同大会開催国ロシア初の金メダル獲得、20歳で、 世界選手権 20km 優勝者となった。2014年のヨーロッパ選手権では、ミゲル・アンヘル・ロペスに1秒差で敗れ、2位となった。ありがとうございます。